使用条件について特例的に補足される基準である。自動車の取扱説明書、保守点検整備容量等に記載されている。特に、エンジンオイルブレーキパッド等の消耗部品について、部品劣化による問題を未然に防ぐため、法定12ヶ月点検や、車検整備時により詳細に点検を行うべき、使用条件の目安として定められている。 自動車の消耗部品は使用期間や走行距離により目安としての交換時期が設定されている。しかし実際には消耗部品の劣化は使用条件により様々であり、走行距離や使用期間だけで適切な交換時期を設定するのは難しい。製造物責任法により製造者としての説明責任が問われる自動車メーカーは、 まず一般的な使用では問題が発生しないであろう時期を交換時期として提示し一般的として想定した使用条件よりも劣化が進行しやすい条件をシビアコンディションとして補足的に設定しているシビアコンディションに該当する使用条件の場合消耗品の交換時期を早める点検頻度を増やす等一般的使用条件よりも保守管理を入念に 行う必要がある。なお、レンタカーやタクシー等で登録、使用されている車両は、シビアコンディションとみなした、法定点検、整備が行われている。シビアコンディション基準は、国内の自動車メーカー各社でほぼ共通の下記のものが、使われている。一部、メーカーや車種によって、違いがあるため、詳細は車種ごとの取扱説明書。 保守点検整備容量等を参照する必要がある。シビアコンディションは、一般的な使用に対して、特殊な使用環境を想定した事例である。シビアコンディションに当てはまらない場合であっても、高回転の多様や、長時間のアイドリング、急発進、急加速、急減速、長時間の渋滞走行、油温の上昇などは、部品の劣化を早める使用方法である。 そのため、蒸気の基準に当てはまらない場合でも、想定された一般的な使用条件よりも、部品などの劣化が早く進行する可能性もある。また、日本における車両の使用条件としては、むしろ、シビアコンディションが一般的であるとする意見もある。買い物や通勤など短距離の走行が多い場合、短距離走行の繰り返しの条件に当てはまると言われ、 東京23区内で使われる自動車はほぼすべてシビアコンディションに該当するという意見もある。ただし、一般的に当てはまるとは言えない。例えば、週5回片道 2km を往復、週1回片道 15km を往復するというような使用条件の場合、短距離走行の距離は 20km、その他の走行距離が 30km となり、 短距離走行の割合は40%に過ぎない。しかし、回数として見ると、短距離走行が10回に対して、その他は2回であるため、印象としては短距離が多い、と誤解してしまう場合もある。特に日本の夏季の渋滞でエアコンを併用している、場合は、油温が上昇するので説明書のシビアコンディションに該当しなくても、実質は、シビアコンディションと考えるべきである。 一般的なドライバーは、こうした自分の走行距離の内訳を把握していない場合が多いため、心理的不安を煽り、過剰な整備を行おうとする業者も存在する。冷静に自分の車両使用環境を分析する必要がある。このため、欧州車などは日本に輸入するにあたって、シビアコンディションに相当するオイル交換頻度を、国内国内で、標準的に設定している場合が多い。 設定された数値のみではなく、使用状況を考慮し、点検、整備を行う必要がある。毎日8トル走行と、週末1 0 0トル走行車の負担、消耗が少ないのは、短距離多い人は、要注意。乗り物をニュース。2019年12月15日閲覧。ありがとうございます。